あの人は。よっさー、吉住さん、ちょっと今日遠すぎるな。ここは竹地区、全国日本の棚田百選の一つに選ばれている素敵な棚田の風景です。これだけの傾斜地でもできるだけお米を取りたくて棚田をね、先人が作ってこられたんでしょう。気持ちいいですよ、最高ですよ。まあ、あの民家が点在する中ですね、はい、時は美しい建物が、あ、これカフェ、これカフェです。すごいね。お野菜も地元のお母さんたちが全部持ってきた野菜。わあ、美味しそう。豪華ですよ、ね、ありがとうございます。おむすび膳、おむすび膳です。いただきます。うん、おいしい、おいしいね。一番いい人だもんね。一番お米だ、はい、もう本当に取れたてです。甘い、お米はおいしい、お米おいしいですね、はい、このお豆さんもあの地域のお母さんが炊いてくれたお豆さんです、うん、だこれだけのものがいろいろとできる村なんですよね、うんうん、一個一個にいろんな味あるね、うん、ちょっとこれはやっぱりここは来ないと味わえないね。これが特徴なんですよ、小石原焼きの。あ、このギザギザが、はい、こういうやつね、こういう。あ、でも可愛いですね、いろいろ色もあるし、ね、水玉だったりストライプだったり。そう、このストライプ可愛いな。あれ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 、これはすぐにはできませんな。やってみますか。やりません。できるわけね、できるわけないよ。どうですか。いや、どうにも踏ん切りがつかないんだけど、こうしてこういうことだけなの。そうです、もう今のその角度で、当てとけば勝手に飛んでくれる、はい、また いいんじゃないですか。いいよいいよ。最初のうちちょっと遠慮が見えたけど、この辺から調子上がってきてますよ。意外と。ちょっとこうほげるような角度で腕をちょっと立てる感じですか。そうですね、はい、力入れすぎてる。入れすぎてる。あ、でも入ってますね。でもちゃんと飛ぶんだよ。あ、でもこの辺はもう溝になっちゃったもん ね。だって皮、リンゴの皮みたいなの。本当だ。難しい、飛んでくれない。すいません、お邪魔します。こんにちは。わ、すごい、僕こんなに近くで見るの初めてです。これ何度塗りなんですか。これは大体22、23層塗れてますね。熱いな。そんな熱く、あ、ちゃそんなことないわ。あ、でもあったかい、初めて。あ、うん、香りがすごい。ラム酒とかが入ってるんですよ、うん、だってお砂糖はきびと、おきび砂糖ですから、あんまり甘さがちょっと控えめでしょ、うん、うん、優しい甘さ、うん、え、こんないっぱいもらってきちゃったんですか。それぞれ味が違うみたいな。すごい。これが柚子で、はい、これがあの黒豆だ。黒豆です。黒豆できな粉。これが卵で、これがその揚げ、もう二度揚げしたやつ、ね、そうですね。柚子をじゃあいただこうか。黒豆さん、いやいやいや、いただきます。あ、すごい黒豆の香り、うん、もうこのね、谷からこう吹いてくる風とか気持ちがいい。あ、その橋の下行って水の流れがちょっとあるとふーっとね、冷たい風が吹いてきて、そうですね、ね、でも彼岸花が咲いて目を凝らしてれば鉄道が見えるかな。懐かしむっていう見方がありますね、確かに ね。いや、いいとこでした、うん。